羽田着きましたね。ココフロ高野湯さん、テルノ湯さん、天然温泉ヌーランド、中延記念園、めっちゃいい感じやん。いい感じ、いい雰囲気ですね。千代の湯さん入ってまいりました。そしてありがとうございます。ガオちゃんの西成チャンネル。おはようございます。眠たい。朝食食べて、出発します。はい、ということで BS 特番なんで行ってきたいと思います。眠たい。どうも。西成チャンネル。結構東京の朝寒かったですね。でもまあ滋賀県の北斗君と。おはようございます。モータイの北斗です。お願いします。カメラ一本持っていいですか。カメラ。あ、ありがとうございます。京都から。どうも、広瀬ジャクです。とんでもない、一番でかいキャリーバッグ。一泊二日です。一泊二日。いや、そうでした。東南アジア7泊8日でした。そうやね。60キロ入った。60は入った。30キロぐらい。だいぶ持ってもかかる。こんな感じで芸人が東京に集結しております。いや、微妙にスカイツリー見えてるじゃん。スカイツリー見えてるじゃん。いやいや、これ東京じゃん、これが。無理だ、待つやん。スカイツリー見えてんじゃん。見えてんじゃん。ちょっと亀戸で乗り換えてますけど、トリッキーな乗り換えで、朝から。いやー、雰囲気趣深いですね、この電車。2両ですよ。東京で2両とかあるんですよ。東京で2両最高や。オムライという駅から、ここから歩いて。じゃあ行きましょう。現場向かいます。ここ、東京っぽくないな。普通の。そうですよね。なんか、普通の街やね、言うて。ギリスカイツリー見えてますね。でも、ここで見た電信柱の方がでかいっていう、この不思議。こんな細い、こんな細い道で行く？あれ、ほんまもんです。でも、モッチーのがでかい、こうやって見たら。この角度でいいか。ここみたいなんで。はい。西成チャンネル。まもなく BS が開局します。こちらでね、今日 BS が開局するということで、ちょっと肌寒いですけども、気持ちは高まってきて、素晴らしい一日になると思います。ということで、ちょっと頑張って紹介していきたいと思います。ちょっとね、大阪のプレゼンをしてくるので、頑張って、いい感じできたらと思います。はい、ということで、近畿ブロックの出番が終わったんですけども、近畿東海ブロック。まさか、アピール。いや、もう、アピール頑張ったけど、はい、完敗やったね。いや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 、たまたま優勝できて。優勝はしないよ。あ、優勝じゃなくて、そのブロックの MVP。そう、いや、よかった、ほんまに。うん、勢いがちゃうかったね。そうやね、賞金なんか出る。そう、賞金出るよ。47都道府県に。うん。ちなんで47,000。でかいよ。なんて言ってたの、かおちゃん。いや、俺はもらって、3日連続78回散髪行くって言って、うん、大滑り。浮き足なってたな、そこな。取ってから浮き足なってたな。おめでとう、ほんま、あることを言う。ちょっと、なんかここが残ることになりました、ね。うわ、いいな、最後まで残れるやん。いやいやいや。まあまあ、ちょっとね、最初。でも、もっちも良かったけどな。いやいやいや、もうやっぱ勝てる要素がなかったわ、ちょっと。いや、それ言い過ぎやろ。いじってるやん。いや、もっちも暴れてないやろ。いやいや、そうやね。ちょっと頑張れたけど。ノリがいっぱいできてね。そう、でもここまでいったら、でも大 MVP。ちょっと狙います。取ってほしい、本当に、はい。だからちょっともう一回、ちょっと作戦練って。うん。何をするんやろ、次は。いや、なんか並んで選ぶだけって言ってたから、ちょっと、そうね。ちょっと絡むから、なんか、あ、なるほどな。極上の吠えを。うん。なんか用意しとかな。ちょっと、どうしといたんや。緊張してきたかな。まあちょっと、最後。楽しみにしますんで。はい、ありがとうございます。西成チャンネル。ちょっと、MVP になって、もう一回出る時間あるんですけども、ちょっと時間があるんで、ちょっと歩いて、散髪します。で、エンディングで散髪してきたら、ちょっとおもろいかなと思うんで、ちょっと散髪行きます。ちょっとよくわかんないんですけど、キュービーハウスがなんかあるみたいなんで。ちょうどね、ほんまに散髪する前に来たかったんですよ。でもタイミング的に合わずで、ほんまにコンセプトゼロの髪型になってるんで、ちょうどよかったです。行ってきます。ちょっとわけわからん街ですけども、引き船の伊東洋角にキュービーハウスがあるみたいなんで、ちょっとカットしたいと思います。西成チャンネル。はい、キュービーハウスがあったんで、散髪してきました。で、2ブロックにしよう
と思って、ほんまにどんだけちっちゃくてもいいから、2ブロックにしてくださいってやったらこんなんなんで。これがね、世界最小の2ブロックです。2ブロックしてくださいって言ったら、その、来てくれる人が、え、これでみたいな感じで、ちょっと笑ってましたね。まあでも世界最小の2ブロックできてよかったです。じゃあ、戻りたいと思います。また BS の方に。さあ、帰ってまいりました。ちなみに、あちらがスタジオになっております。あちらで BS を収録しております。いや、この辺はずーっとスカイツリーが見えてるから、なかなかいいですね。まあ最後の出番は3発も決まったんで、最後の出番まで、駆け抜けて、終わりはもうサクッと大阪帰りたいと思ってます。石成チャンネル中国志向。中国志向、うん、優勝した。優勝しました。ありがとうございます。はい。いやね、ちょっとね、さ、売れて、売れてしたいものがあったんで。いや、嬉しいですね。いや、嬉しいな、なんか、大 MVP あるんかね。そうそうそう、そう、はい。全国の1位決める。だから、そこで言ったらライバル。あ、来ますね。開けませんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと最後まで頑張りましょう。頑張りましょう。モッチがアルフォート置いてってくれてますね。嬉しい。食べよう。うまい。ほんまにうまい。石成チャンネル。はい、ツリーが少し色づいてきたですが、お疲れ様でした。お疲れ様でした。安井雅治さんと。安井雅治でーす。ご無沙汰です。ご無沙汰です。今日は九州代表で、九州代表というか九州の MVP でしたね。いただきましたね。はい、嬉しかった。いや、満場一致ですよね。あの時はね、はい、そう唯一の。よかったよかった。割れがちな。いや、もう恥ずかしいけど、はい、その最後の MVP も取れると思ってて、はい、はいはいはい。一応逆考えててんけど、出せずじまいやったから。優勝したら出るみたいなね。出せず、もうほんまそうそうそう。なんか、その、ストーリーできてましたもんね。ストーリー作って。やっぱ作ったけど、取れんって一番恥ずかしいやったな。いや、僕も途中、あれ、3発行って、うん、その3発一人がねで受ける思って、うん、全く、グダグダになって。やっぱ一回エンジンかけて、はい、もう冷えてるから。ちょっと、はい。ちょっと緩なったよ、ね。でも、賞金でかいですね。でかいよ。47フットのゲームというかでね、47。めっちゃでかいよ。はい。はい。じゃあ47000。47000。いただきましたんで。いただきました。はい。ということで、ちょっと僕は、スカイツリーの下で風呂入って帰ろうと思います。はい。じゃあちょっと、はい。最後に出そうと思ってたギャグ、ちょっと。あ、え、いいんすか？もう、せっかくやったら、ここで成仏させてもらっていい？こんなところで。うん。じゃあ行きます。おめでとうに一出して、めでたい龍が出たぞー。がっつり、ありがとうございます。いやいやいや、最高です。ちょっと、これが出る予定やったですね。これ出す予定やったけどね。いやいや、見たかったですね。いやー、まあでも、はい、ね、いつかまた、はい、どっかで一緒に全国で戦いましょうよ。そうですね。楽しかった。ちょっとこれから BS。じゃあね。ね、暑そうなんで。うん、ほんまそうそうそう、はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。ちょっとまた、熊本行った時は、よろしくお願いします。ほんま来て来て来て、はい。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。石成チャンネル、はい、ということで、もうスカイツリーの真下の下でございますよ。見てください、これ。最高でございます、スカイツリー。綺麗。写真撮ろう。とりあえずエモいですわ。いやー、気持ち高まりますね。今日は関西、東海地方の、その、ご当地のことを、良さをプレゼンするっていうので、一応、関西、東海ブロックで優勝して、で、その、全国の大ブロックでは、優勝ならずで、やったんですけども、久々のね、MVP、非常に良かったです。まあまあまあ、とりあえず風呂入って帰ります。いや、こんな光るんですね。すごいなぁ。エモいですね。僕がこの辺地元やったら、どっか行って帰ってきた時これ見たら、落ち着くんでしょうな。アベノハルカスとか、通天閣見たらその気持ちになる感じにこれでもなるんでしょうな。いや、それでも腹減りましたけども、ちょっとね、もう、あれなんで、風呂だけサクッと帰って、風呂だけサクッと入って、やりたい思ってます。うわぁ、エモい。この近くに風呂屋があるらしいんですよ。いや、こんな真下でスカイツリー見れるなんて。しかも光ってる光ってる。パチンガタ大当たりや、これ。うわぁ、すごいね。こんなんなんや。でかい。で、細い思ってたけど、よう見たら太いね。こちら、スカイツリーのすぐ近くにこちらありました。銭湯。千代の湯さんに教えてもらったんですよ。ここで、ぜひ入ってください。出ました。薬師湯です。出ました。薬師湯さんです。すごいですね。すごいいい風呂みたいなんで、行ってきたいと思います。入っていきたいと思います。石成チャンネル。はい、ということで、薬師湯さん最高でした。
スカイツリーが一番近い銭湯でございます。いや最高でしたね。なんかすごい、なんかお風呂もねもちろんいいんですけど、まあ、地下水が多いですね、東京は。でサウナも良くて、水風呂とかもね全部地下水でございますよ。地下水が気持ちいい。でもなんかポスターとかね、そういういろんなものをパロディにした銭湯のマンアニメとかポスターとか、なんかちょっと面白い記事とかも貼ってあって、ずっと楽しめる銭湯でございました。下町の最高の銭湯でございました。気持ち高まりすぎました。これ以上高まったら逆に低まるので、もう帰りたいと思います。なんかね、いろいろありましたが、これからもいろいろ、BS の方も頑張ったりとか、いろいろしたいと思うので、よろしくお願いします。いや、東京の風呂も濡れれてよかったです。ありがとうございました。帰ります。気持ち高まりすぎです。逆に低まります。これ以上やったら。ありがとうございました。帰りまーす。西成、西成、西成チャンネル。